はい、プロペラです。今日はですね、はい、リバーブについてねお話ししていこうかなと思います。僕自身もリバーブはすごく好きなんですけど、まあ、でもフルシアンテに出会ってなかったらもしかしたら使ってなかったかもしれないなとか思いますね、リバーブは。まあ、フルシアンテといえばこのホーリーグレイルが有名ですよね、やっぱりね。ずっとね、ビッグマフとかマイクロアンプとかで、このホーリーグレイルっていうね、この3台も三種の神器の次に大事な3台じゃないかなと個人的には思ってます。今はこっちの MXR のリバーブをね2台使っているみたいですね。まあこれね、実際どんな配線をしてるんでしょうね。ホーリーグレイルを使ってた頃は左右のあのアンプ、ジュビリーとメイジャーのジュビリー側にホーリーグレイルを使うことが多かったみたいなんですよね。片側にしかリバーブをかけないで、まあ、そこでこうなんだろう、立体的な雰囲気を出してたっていうね、すごい細かいところまでこだわってたみたいなんですけど、まあ、最近の使い方ってどうなんでしょうね。最近は、まあ、おそらくは両方にリバーブがかかってるんじゃないかなと思ってますけど、でこの2台の MXR もショートのリバーブとロングのリバーブで用意してるんですよね。でここの使い分けに関してもちょっとわからないところあるんですよね。メインのボードで WH10 に近いのがショートリバーブなんで、設定としてはこんな感じで多分設定してるんですよね。この真ん中のつまみだけは12時付近にしてる場合もあるみたいなんですけど、これかなりショートなんですよね。パッと聞いた感じ気づかないぐらいのリバーブになってます。でロングリバーブの場合はまあ割とがっつりかけてるので、まあ、ざっくりこんな確かこんな感じ確かこんな感じだったと思います。ワウ側に近いリバーブの方がショートで、ショートで使ってるってことは多分こっちを主に踏んでるんだろうと思ってるんですけど、まあ、やっぱり彼がリバーブを使う時っていうのはギターソロの時ですね、歪みをいくつか踏んだ時にリバーブもオンにしてるんじゃないかなと思います。 WH10 に近い方がこうやってショートリバーブにしてるんですよね。でこれがあのレコーディングのボードでも配置は一緒だし、あとはミニボードがたまに出てきますけど、あの時に入れてるリバーブもショートリバーブで、だいたい設定されてます。なのでやっぱこっちがメインのリバーブになってくるんだろうなとは思いますね。じゃあロングリバーブはどんな時に使ってんだろうなって、例えばバイザーウェイの、ブラッシングはすごく分かりやすいのかなと思います。かなりふわってなったような音になってるので、その時はおそらくロングリバーブだろうなと思いますけどね。ということで、早速ねこれまた音出ししていきましょう。まあショートバージョンとロングバージョンでどんな違いがあるかも見ていきましょう。はい、ではやっていきましょう。まあ、今日もね DS とリバーブでステレオアウトしてるっていう感じになります。で、まず最初にショートからやっていきたいなと思ってるんですけど、でこの設定なんですけど、これがルームなのかプレートなのかちょっとあんまりはっきりしてないところがありますんで、一旦ちょっとルームからいきましょうかね。存在感はあるのかなと思います。これをじゃあプレートしてみましょうか。やっぱりこう高音になると存在感が増しますよね。
なんだろう、こう余韻は少ないけども存在感が増すっていう感じですかね。言いたいことあります？ではロングいきましょうか。ロングはだいたいセンター位置です。でこのぐらいで、ただこれもねモードがわからないんですよ。なんでプレートかなとはちょっと思ってますけど、いかがだったでしょうか。このね MXR のリバーブかなりね高音質だし高機能なんで、うん、で結構ねかかりは強いと思うんで、まあショートにしてもまあわりかし存在感はありましたね。思ってたよりオフにした時よりも空気感が出るというか、こっちのねホーリーグレールが好きな方もね、いらっしゃると思います。僕も未だにホーリーグレールは大好きでたまにね使ったりもするんですけど、ちょっと壊れやすかったりとかあるので、なかなかね最近はしまい込んだりとかしてますけどね。濃いなんかこっちはどっちかというと癖のあるリバーブかなとは思いますけど、こっちはなんかその逆にこう使いやすいですね。高機能だけども、まあ、使いやすいリバーブだなと思います。まあさすが MXR っていう感じですね。一度試してみてもいいのかなと思います。最近高いんですよ MXR のこういう高機能なやつ、結構高いのでなかなかね手が出しにくいかなとも思いますけどね。まあでもいいペダルなんでぜひね試していただいたらと思います。ということで本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。